平野のし神宮自由タッじーうたっーおっべえとべごうりゅうすシクストーンズ退場シアにニ,ニップ。実現したら、ジャニーズ壊滅、も。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日をもって、ジャニーズ事務所を退場した元キングピンス以下。 キンプリ、平野紫耀とジングージ・ユーが、今年3月に滝沢秀明氏が設立したアーティストプロデュース会社とべに合流すると、6月初日発売の、週刊女性、主婦と生活者が報じた。元ジャニーズ・タレントと滝沢氏の合流説は、この半年ほどで幾度となく報じられてきたが、今回はその詳細が伝えられているだけに、マスコミ界隈でも、事実だろう。 と受け止められている。また、この合流が実現した場合、ジャニーズにとって壊滅レベルのインパクトを与えるレコード会社関係者ことになりそうだ。記事によると、平野は新たな事務所を立ち上げ、神宮寺は同社に所属する形をとり、二人は戸部とエージェント契約を結ぶという。 これは、それぞれが家族も含めて何度も滝沢市と打ち合わせを行った末の決定で、7月には正式発表予定とのこと。一方で戸部は、まだ誰なのかは表に明かせないものの、大手レコード会社より2組をデビューさせることがすでに決定しているのだとか、昭和の時代から現在に至るまで元ジャニーズの芸能活動には様々な障害が生じていました。 ジャニーズがメディア圧力をかけ、元ジャニーズの活動を阻止するといったことはなりを潜めるようになったものの、未だに元ジャニーズはコンサート会場が借りづらかったり、テレビ番組にもなかなか出演できない状況があり、各業界によるジャニーズ忖度は健在なんです。それはレコード会社にしても同様。 各大手がそれぞれジャニーズグループの所属レーベルを要していることから、元ジャニーズは独立後、メジャーレーベルからのリリースは困難に近いのが現実です。スポーツ上記者。滝沢秀明氏とタッグを組むのは、シクストーンズ所属のレコード会社か、先駆けて金プリを脱退した岩橋玄樹は、A、B 知事が所属するポニーキャニオンの系列からリリースを行っているが、 この時も業界には衝撃が走っていたとか、今回の報道も同様ですぐに各社のジャニーズ担当が確認作業を行っていましたがこの度滝沢氏と改めてタッグを組むレコード会社はシクストーンズの所属レーベルを要する業界最大手のレコード会社と目されています。 つまり、同社はそれだけ滝沢氏の手掛けるグループに可能性を感じているということなのでしょう。前でレコード会社関係者。さらにジャニーズにとって大きな問題となりそうなのが、平野と神獣事の遺跡による連鎖反応だ。昨年末からメンバーの脱退や対処説が囁かれているシクストーンズや、 昨年10月に世界デビューを果たしながらも、すでに伸び悩みを見せているトラビスジャパンなど、もともと滝沢市に近しかったグループやメンバーは、都米への遺跡を視野に入れるようになるのでは、ジャニーズや藤島ジュリー稽古社長に特別な恩義を感じているタレントはさておき、辞めたいけど辞められないという状況にある人間にとって、 かつてジャニーズの次世代看板グループと言われていたキンプリ元メンバーの遺跡は、退場決断の大きな後押しとなりかねない。本格的な退場ドミノが始まる可能性も十分にあり得ます。どうごジャニー北川氏の性加街騒動で、かつてない危機的状況に陥っているジャニーズ事務所。 7月からの飛べ本格指導がとどめの一撃となり、一気に崩壊してしまうことになるのだろうか。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。 チャンネル登録をよろしくお願いいたします。